はい、こんにちは。ご依頼いただいていたツイントリップですね。一応、デッキ上がりになりました。簡単に説明したいと思います。まあ、ボタンですね。こちらは引っ張ってあげるタイプですね。の、プラスマイナス、進行方向ですね。で、表示は、まあ、一応こういう感じになります。まあ、ご依頼いただいた通り、一応 0.00 という感じですね。はい。が、上が A で、下が B になります。で、この緑のボタンちょっと見づらいですけど、1メートルって書いてあります。まあ、後で説明します。で、あと、赤がキャリブ補正ですね。で、グレーが、設定ファンクションですね。で、上のクリア、まあ、クリア A とクリア B。あとはこちらが、A と B、A だけ、B だけという、ロータリースイッチですね。まあ、こんな感じになります。はい。で、簡単に説明したいと思います。まず、基本的な使い方は、まあ、わかりますね。A は A のクリア、B は B のクリアになります。で、補正の合わせ方ですけれども、この赤いキャリーボタンを押していただくと、このような形で、キャ、CA ですね、が 1.000、上が整数で、下が小数点、第4位までになります。で、点がついているところが、まあ、ARM トリップと同じです。点がついているところが、設定可能です。一応、あるときはこの B ですね。B で、この数字が変わります。で、桁を送るときはこの A を押していただくと、桁が1個下にこちらずれますので、まあ、こういう感じでやっていただいて、まあ、桁を送っていただければこれで終わり。まあ、この辺で終わっても構わないです。はい。という形ですね。はい。になります。補正値が、ですね、ARM のシングルのトリップとちょっと違うのが、補正値、これ保存されます。例えば今2でやりました。で、電源を切って、電源はこちら、ここにあります。ちょっと暗くて見えづらいですけど、こちらです。電源入れますと、補正値2で保存されてますので、ラリーの前に必ずこれを1に直してください。じゃないと、補正してもおかしな値になります。これだけ注意してください。もし補正値保存しない方がいいんであれば、それで、調整もします。その際はお知らせください。はい。で、次は設定ですね。このグレーのボタンを押しますと、まずパルスが4パルス、8パルス、2パルス、2、4、8で選べます。まあ、レガシーだと4だと思いますので、で4で設定。で、ブライトネス、明るさですね。これが、0から3の4段階。まあ、デイラリーだとマックスでいいと思います。マックスでもでやれば十分日置きいらないで見られます。で次、ユニットが、これ距離の単位ですね。で、10というのが10メーター単位。で、1にすると1メーター単位になります。パルスですね。で、10にすると10メーター単位ですね。になります。で、先ほどこの緑のボタン、1メーターボタンって言いますけど、これ押してる間は常時1メーターで表示します。離せば、設定した10メーターもしくは1メーター。緑を押してる間は必ず1メーターで表示します。これをもしなんか違う機能で使いたい場合教えてください。とりあえず特になんかなかったんで、1メーターボタンでもつく、まあ、入れてみましたんで、他の機能の方がいいとかっていうのがあれば、それを教えていただければと思います。はい。基本的にはこれで終わりですね。あとは、トリップの、プラスマイナスですね。で、ちょっと進めてみましょう。今は A と B、両方のモードなんで、進めれば、このような感じで進みますね。はい。こういう感じで、進みます。で、リバースにすれば、リバースですね。これでリバースにすれば、まあ当然戻るという形になります。で、こちら上の A、これ A モードにすれば、A だけが進む。まあ今ちょっとバックなんで、A だけが進みます。で、こっちか。B の方に切り替えれば B だけが動きますという感じですね。で、クリアはこの白ボタン、はい、これも白ボタンという形で、距離のホールドは要望により入れてませんので、
保存されません。ご注意ください。あと、この設定、各種、この3つですね。これも全部保存されますので、まあ、パルスなんか1回設定すればもう十分だと思います。で、明るさもデイラリアとはこのままで。で、距離の単位もまあ、ということで、あんまりいじることはないかなと思います。ですから、キャリー部、ここだけですね。これをラリーの前に必ず1にしてから、オドまで行っていただく。これだけ注意していただければと思います。はい。以上が、主な機能です。何か、追加のリクエスト等あれば、お知らせください。なければ、このまま完成という形にしたいと思います。